エロール・ガーナー、エロール・ルイ・ガーナー、エロール・ルイ・ガーナー、1921年6月15日から1977年1月2日は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ出身のジャズピアニストで作曲家。エロール・ガーナーとも、兄のリントン・ガーナー、1915年から2003年も、また、ジャズピアニストであった。彼の独創的で、 美しい旋律を生み出す演奏技法は多くの監修や同僚のジャズミュージアンから賞賛を浴びた。生涯楽譜が全く読めず、また左利きであった。エロル・ガーナは1921年にペンシルベニア州のピッツバーグで生まれ、音楽好きの両親の影響で3歳よりピアノを弾き始める。彼はこの頃よりジャズやクラシックのレコードを手当たり次第に聴くなどして、 ピアノの演奏法を独学で習得していく。この独学、そして上記のように楽譜が読めなかったことや左利きだったとが、彼の独特な音楽的感性と技術を育てて、いくこととなる。1944年にニューヨークに渡り、1947年には、当時前世を誇ったサクソフォーン奏者、チャーリー・パーカーとの共演を果たしている。 1954年にはミスティ、ミスティを発表。評判になる。後に作詞家のジョニー・バーグにより歌詞が付けられ、1959年にジョニー・マティスによって歌われ大ヒット。その後も何人もの歌手によってカバーされるなど、ジャズのバラードにおけるスタンダードナンバーとなるほどの大成功を収めた。翌1955年には、 カリフォルニア州カーメルでのライブを音源としたアルバムコンサートバイザシーやコントラスを発表大ヒットを記録彼の才能が証明されるとともに後世のジャズピアニストにも影響を与える作品となった彼は世界的に名声を得て各国の都市で演奏を披露するとともに多大な作品を創作し続けた 1977年1月2日55歳で死去。何度も触れたように、ガーナーは、ピアノの演奏を独学で習得し、音楽的に恵まれた環境で育ったにもかかわらず、楽譜が読めず、左利きであった。しかしこのことが、独創性のある表現につながっていく。独学であったこと、そして楽譜が読めなかったことで、どのピアニストとも似ていない彼子優のサウンドが生み出され、 演奏は自由で表現力豊かなものになった。また、左利きであったことで演奏においては、左手が強烈なビート、リズムを刻むことができたが、右手のメロディが若干遅れて出ていた。しかし、そのことが彼独自の雰囲気やスイング感を醸し出すことにつながった。次第に、その演出は、ビハインドザビートと呼ばれることとなり、彼のトリッキーなサウンドの代名詞とも言えるようになった。 彼は、大人数での演奏をカくなに嫌っており、ソロか少人数での演奏、コンボ、主にトリオに徹していた。演奏中はそれ、自体を楽しむようにユーモラスな表情を見せ、時折ピアノを弾きながらも観客に笑顔を振りまいて、喜ばせていた。演奏中にブツブツと何か言っているが、これは楽譜の読めない彼が、音階の記憶の一部を口に出して、 それを自身で聞いて確認したり思い出していたためである。これだけの高い評価を得ているガーナーだが、自称コアなジャズファンや、ビバップ色の強いジャズミュージシャンからの評価は概ね、高くない。これは、彼の演奏や作品が独特ではあるものの、比較的ポピュラー向きなものであったからだと言われる。また、上記のビハインドザビートを好むか、そうでないかによって、当然評価も変わってくる。 ちなみに、日本の音楽評論家などもあまり評価をしない傾向があり、彼の実績からすれば、日本での知名度は過去から現在にわたっておおむね低いと言えよう。しかしながら、いずれにしても彼の生み出す音色は世界的な評価を得ている。エロル・ガーナーが楽譜を読めないのは父親の影響だと言われている。父親のアーネストの育った音楽的環境も、 エロール同様に恵まれたものであったが、兄弟の中で唯一独学で、自己流のピアノの演奏法を身につけたのが、そのアーネストであった。エロールの天才的音感に気づいた母親は、正式なピアノ教師を招いたが、父親のことを知ってか知らずか彼は楽譜には、目もくれず、基礎的な知識についても耳を貸さず、好き勝手にコードを打ち、メロディの創作にしか興味を持たない彼に、 教師は並行して逃げ出したそである。ガーナーは楽譜が読めない代わりに脅威の音感記憶の持ち主であり、主な例としてはソ連のピアニストであるエミール・ギレリスのコンサートに赴いた彼はギレリスの演奏している曲を自分も演奏してみたくなり、終わった後で自分の部屋に戻り記憶だけを頼りにその曲の大部分をこなしてしまった。他にも ミスティの戦律が頭に浮かんだ時彼は飛行機の中にいたのだが寄付ができない彼は仕方なくシカゴのホテルまでメロディを記憶し着いた途端にすぐ演奏して急遽借りたテップに録音することで難を逃れたなどということがあった彼は小柄で5フィート2インチ約158センチメートルしかなくよく電話帳の束の上に座ってピアノを弾いていた日本人 ジャズピアニストの上原ひろみは小学生の頃からオスカー・ピーターソンと共にガーナに熱中していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。